1970年代後半にデビューし、アイドルとして活躍していた野瀬恵子さん。テレビドラマ「赤い嵐」ではメインヒロインに抜擢されたことで話題になりました。今回はそんな野瀬さんの2021年現在について紹介していきます。濱田省吾さんが手掛けたデビュー曲や同期のアイドルなども一緒に見ていきましょう。野瀬恵子のプロフィール。愛称恵子ちゃん、本名吉田恵子、生年月日1963年3月16日、身長160センチメートル、出身地千葉県、最終学歴東京都立北高等学校、所属事務所元ホリプロ、目次野瀬恵子の今と結婚した夫。濱田省吾の曲で歌手デビュー。同期のアイドルは誰？野瀬恵子の経歴。野瀬恵子の今と結婚した夫。可愛らしいルックスで様々な仕事をこなし、多くのファンを獲得した野瀬恵子さん。2021現在、芸能活動はしておらず、一般人として生活しているようです。そのため、詳しい情報はほとんど公表されていません。すっかり一般人に戻ったのであれば、プライベートな情報をむやみに広めたくはないはずです。あまり話題にならないよう、ひっそりと生活しているのではないでしょうか。野瀬さんは引退した後に結婚していますが、一緒に暮らしている旦那さんについても、詳しい情報は出ていないようです。職業はミュージシャンという噂があるので、芸能界に関わっている可能性も高いですが、一般人となった野瀬さんのことは、できるだけ伏せておきたいのかもしれません。また、結婚後に生まれた3人の子供も、野瀬恵子さんと同じく一般人のようです。野瀬恵子の息子、または娘という芸能人の情報は、今のところ出てきていません。旦那さん以外は芸能界とか変わりを持たず、静かに普通の暮らしをしているのでしょう。とはいえ、引退後の情報が全くないわけではないようです。お祭り好きの野瀬さんは湯島天神太鼓保存会に所属し、太鼓を叩いていたことがあります。太鼓が得意であることはファンの間でも有名です。引退した後でその姿がテレビに少しだけ映ったこともあるのだとか。2021年現在も続けているかどうかは分かりませんが、地元の行事などで叩くこともあるのかもしれません。ちなみに音楽ユニット水曜日のカンパネラのライブツアーでオープニングアクトを務めたという噂は間違いです。水曜日のカンパネラと野瀬さんに接点はなく、ツアーで太鼓を叩いていた事実はありません。本当に参加していたのは、岡山ペパーランドというライブハウスに勤めているボーカリストの野瀬恵子さん。違いは、せとぜの一字のみで、読み方が全く同じだったため、間違えた人が多かったと思われます。濱田省吾の曲で歌手デビュー。野瀬恵子さんのデビュー曲は1979年にリリースされたアテンションプリーズ。作曲を担当したのはシンガーソングライターの濱田省吾さんです。濱田さんは B 面に収録されているフラワーバスステーションの作曲も担当。その後のシングルやアルバムにも参加しており、野瀬さんの曲を語る上では外せない存在となっています。アテンションプリーズはあくまでも野瀬さんが歌う曲として作られたものですが、メロディーは濱田省吾らしいと評判であり、濱田さんのファンも注目していたようです。ただこのツイートにもあるように、野瀬さんの歌唱力については賛否両論が巻き起こりました。こちらが野瀬恵子さんの歌声です。とても明るく可愛らしい曲に仕上がっています。
あなたの住む町までアテンションプリーズという部分のプリーズの歌い方が問題になっているようですが、酷評されるほどひどくはないようです。野瀬さんの歌い方が不安定というより、単にそういうメロディーなのではないでしょうか。ファンの意見の中には、一生懸命歌っているから好きという肯定的なものもあります。とても良い曲なので、昭和の名曲として、これからも語り継がれてほしいものです。同期のアイドルは誰？野瀬恵子さんと同じ1979年デビューのアイドルには、川島直美さんがいます。テレビドラマ、失楽園、映画、鍵などで有名な川島さんですが、初期の頃はアイドルとして活躍。アテンションプリーズと同じ年にリリースされたデビュー曲、シャンペーンナンバー5は、多くの注目を集めました。また、倉田真理子さんも同期の一人。デビュー曲グラジュエーションでは美しい歌声で多くの人を魅了しました。現在は名字を坪田に変え、キャリアカウンセラーとして活躍しています。野瀬恵子の経歴。野瀬恵子さんは1978年に第3回ホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝。映画「炎の舞」に山口百恵さん演じる主人公の妹役で出演します。1979年にはアテンションプリーズで歌手デビュー、赤い嵐のヒロイン小池忍を演じたのも同じ年です。引退したのは20歳の1983年。その後結婚して子供を出産しますが、詳しい時期などは分かっていません。